おはようございます。10分で準備できる頑張らなくても美味しい朝食、1週間ぶりですね。それでは今日もやっていきましょう。まず日本食の基本、和食の基本ですね。それは汁、飯、香。香というのは漬物ですね。この3種類から成り立ってます。黄金の三角地帯と言いますか、ピラミッド構造と言いますか。で、それにおかずが一つつけば一汁一菜。おかずが三つつけば一汁三菜ですね。で、僕は何年ぐらいかな、20年ぐらいウェブログを書いてまして、そこにはご飯の画像も載せるんですけど、白いご飯っていうのはどうも画像的に面白くないので、ホンジャワンはイレギュラーですけど、外に出してしまうんですね。で、ここにもう一つお皿を持ってくると。僕の朝ごはんは一汁四菜のことが多いです。それではいろいろと用意していきましょう。まずこちら、耐熱容器ですね。僕はフライパンを自分で使うのはあまり好きではなくてですね。というのは、油が散るでしょう。その油が散るのがちょっと僕は嫌だなぁと思うんで、何か熱を通す料理ってのは朝ごはんの時にはこの耐熱容器を使ってしまいます。ズッキーニですね。夏の野菜ですね。もう夏もそろそろ終わりで、ズッキーニも食べ納めかという感じですね。あとはトマト、プチトマトですね。これを適当に切ってですね。で、これはガスのオーブンで弱火に。次、これ、昨日食べきれなかった納豆、冷蔵庫に入れておきました。これ今日食べることにしましょう。納豆も昨日と同じじゃ面白くないんで、今日は大根おろしで納豆を食べようかなと。納豆の薬味で僕が一番好きなのはひょっとしたら大根おろしかもしれないですね。ちょっとカメラの位置ずらしましょうか。こんな感じ。一品完成ですね。次は、茄子の塩もみ作ろうかということですね。茄子も夏の野菜で、僕は好きですけどね。塩もみ、一瞬で作るならちょっと薄めに切った方がいいでしょうね。先ほどの耐熱容器から音が聞こえ始めました。みょうがも夏の野菜ですね。先ほどのガスの弱火をさらに弱くしましょう。さて、そうしたら、茄子、みょうが、これの塩もみ。ウェブ上のレシピを見ると、いろいろと塩の量が書いてありますけど、どんなもんですかね。まあ適当ですね。で、この塩もみはもう、全体重をかける感じですよね。あとはまあ、自分の持てる握力を全て使う感じ。そうするともう、音がしてきましたね。だいぶちっちゃくなってきましたね。もうこんな感じになりましたね。これを、固く絞って、塩も固く絞って、絞って絞って、塩気の大部分はもうボウルの方に残しちゃうと。これがいわゆる、茄子のアクですかね。で、これで2品完成ですね。3分でできるっていうのは別に最初から最後まで作って3分ってわけではないです。買ってきたお惣菜とか、昨日の残り物とか、要するにそういうものを使えば朝ごはん3分にできますよってことですね。あとこれ昨日の夜ね、これカツオのたたきを食べたんですけど、これが食べきれなかったですね。その昨日のカツオのたたきを今朝食べようということです。朝ごはんとしてはかなりボリュームありますね、これ。食べきれるんでしょうか。僕は割と酸っぱいものが好きなので、レモン絞っちゃいましょう。このレモンもなんだか昨日の残りですね。あとは漬物ですか。これ日光味噌のたまり漬け、7種刻み合わせ、だんだん、こんなもんでいいでしょう。次にらっきょう。これ大きい玉のらっきょうは僕切った方が好きなので、ちょっと半分ぐらいに切ります。あとは
ごぼうのたまり漬け、太ければ1本で、もう野菜のガスの火は止めちゃいましょう。蓋をしてありますので、あとは余熱で焼けるでしょう。ということで、おかずできちゃいましたね。そうしましたら次は味噌汁作りに入りたいと思います。僕は味噌汁の量はね、少ないと悲しいんですよ。水の量は 300cc で、そこに昨日の晩から煮干しと昆布を入れておきます。煮干しの量はね、おおむね水の100分の1 3g で OK ですね。昆布はもうほんのもう爪の先ぐらいで OK ですよ。で、水に入れとくと昆布結構膨れるんですよね。で、出汁も結構出てますから、これを煮立てるとかはしないです。煮干しと昆布を捨てればそれで OK です。温度上げていきましょう。で、今日の具はどうしようかということですけど、これ揚げ湯葉なんですけど、昨日この揚げ湯葉で何か作るために油抜きしてあるんですね。ですからもうこのまま使います。今日は薬味は三つ葉かなと。今日は町に定食屋さんってあるじゃないですか。定食屋さんが食べログとかにも出てますよね。定食屋さんが優れたお店かどうか、僕なりの判断の基準があって、味噌汁に薬味がちゃんと入っているかどうかなんですよ。味噌汁の薬味がちゃんとしてる定食屋さんっていうのは大抵美味しいんですよね。三つ葉刻み終わりで、三つ葉は最後にお椀に載せます。揚げ湯葉はもう油抜きしてありますし、三つ葉も生で食べられるものですから、ことさら煮ることはしないですよね。出汁がだんだん温まってきたので味噌を入れてみましょう。味噌の量は目分量ですよね。これちょっと多いかなっていう感じでちょっと減らしましょうか。味噌が多すぎると後で調整が効かないですからね。個人のお宅で使うお玉ってのはこの丸い部分が、これ8センチなんですけど、そのぐらいが使いやすいと思います。動画ではよくわからないでしょうけれど、昆布からだいぶ出汁が出てることが肉眼ですとわかりますね。で、だいたい味噌汁の濃さってのは色見りゃわかるんですよね。まあ、こんなもんでいいですかね。で、そこに揚げ湯葉投入、全部入れちゃいましょう。もう三つ葉は最後の最後に入れます。まあ、ちょっと味見てみましょう。ちょっと薄いかな。いいですね。味噌汁の濃さっていうのはちょっと薄いかなぐらいがちょうどいいと思います。これで味噌汁はあとは盛れば完了ということですね。この紙は味噌汁をお椀に装うときにダラダラとかこぼれると嫌なので、予防のために敷いておくということです。あとはご飯をよそって味噌汁をお椀によそって食卓に参ります。10分で準備できる、頑張らなくても美味しい朝食、食べていきましょう。10分で準備できるってのはもう何から何まで10分で作るってわけじゃないですね。昨日の残り物とかがあればそれ使ってもいいし、買ってきたお惣菜使ってもいいじゃないですかということです。どうですか？あ、大丈夫ですね。トマトとズッキーニの蒸し焼きですか。それにはこれ、日光味噌のたまり浅漬けの素、朝つゆちょろっとかけてみましょう。これ醤油と違うんですよ。たまりなんですよ。塩気すごい少ないんですよね。もうガスの火に任せっぱなしでしたけど、非常に美味しいですね。ナスとみょうがの塩もみは2分ぐらいでできましたかね。カツオのたたき、これかなり大きいですね。これひと晩経っても美味しいですよ。で、僕は納豆は最後の最後に食べるんですね。お茶碗がぬるぬるになっちゃうんで、他のおかずがまだ残ってる時は納豆は食べないです。納豆を食べるまでビデオを回していると15分ぐらい経っちゃいますので、今日はこの辺りでビデオは止めましょう。また1週間後何かいたしますので、その時はまた見にいらっしゃってください。それでは失礼いたします。